はい、皆さんこんにちは。童貞ジムジムリーダーキリン力の擬人化バーチャルキリンです。はい、ということで今回は珍しく旬な話題を取り上げてみました。では参る。トゥース。世界中に謎のポケモンが大量発生。ことの発端は9月22日、チコリータが大量発生するイベントでの出来事。ポケモン GO のプレイヤーたちは大いに盛り上がり、イベントは無事に終了したかと思われたが、なんと15時のイベント終了と同時に誰も見たことのない新種のポケモンが30分にわたって大量発生。そのポケモンの画像がこちら。名前はハテナ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 。顔はナットのような形状をしており、体はメタリックで赤い尻尾がついている。ナット部分の中央には黒く小さな球体が浮いており、時折キョロキョロしたり U の字に変形したりする。巷ではこのポケモンの正体は一体何なのか大騒ぎになっています。この謎のポケモンの正体については様々な考察がされているので、いくつかご紹介していきます。説1、欠番説。欠番とは初代ポケモンにおいてバグによって生じるポケモンのデータの一つである。ミュウを作るバグ技を試して失敗した時にミュウの代わりに欠番が現れることがあり、当時は152匹目の幻の中の幻ポケモンとして有名になりました。ただしあくまでバグデータであり正式なポケモンではなく、欠番という名称は何種類かの姿形の違う個体がいて、モザイクのような見た目をしていたり透明だったりするため、本当の姿は未だによく分かっていないし、本当の姿があるのかすら分かっていない。またポケモン青の欠番は現在までの全てのポケモンの中でも最高の合計種族値1000を超える史上最強のポケモンということのようです。もしかすると本当の意味での幻のポケモンが長い時を経て姿を現したのかもしれません。説2、ポケモン新作のオリジナルキャラクター説。任天堂スイッチ用ソフトポケットモンスターレッツゴーピカチュウ EV では、これまで出現しなかった新ポケモンも登場することが予告されているため、そのプロモーションのためのサプライズ演出だとする説。説3、ポケモン GO オリジナルポケモン。ポケモン GO においても未だ登場していないオリジナルポケモンが計画されているとのことで、それ説。正体はメタモン。この謎のポケモンですが、捕まえるとメタモンになってしまうそうです。メタモンは変身ポケモンであるため、今回登場したポケモンはあくまでメタモンが何かに変身した姿であって、オリジナルはどこかに存在しているということなのかもしれません。謎が謎を呼ぶ今回の騒動ですが、バグによるものなのかサプライズ演出だったのかなどは未だ不明ということで、引き続きこの謎に迫っていきたいと思います。あと普段もポケモン都市伝説動画を出したり、これからもゲームやアニメの都市伝説動画をたくさん出していくので、我こそはポケモンマスターというものはぜひチャンネル登録をして、この幻のポケモンバーチャルキリン力をゲットしてください。ではおやすみ。